ずですね、ちょっと社長のルーツから探っていきたいと思うんですけど、はい、スペットさんは、ちなみに出身はどちらですか？の大阪 の、 あの八尾というところですね。幼少期はなんかどういう生活をされてたんですか？そうです、まあ、そんなに人に自慢できるような暮らしでもないんですけども、大阪の八尾ってまあ、いわゆるベッドタウンではあるんですけれども、うちの父親も会社員サラリーマンで、まあ、それにその家庭で生まれていて、まあ、その地域って、まあ、ベッドタウンですけど、まあ、比較的山があったり田んぼがあったりとかするものの、まあ、治安的にはですね、結構あまりよろしくないところで、小学校入る前から護身術で空手を習えと言われたぐらい、もう9年ぐらい空手やってたんですけれども、まあ、そういう地域で育ってました。なんかそういうところで育って今の人格形成になんかこれは深く関わったなみたいな、そういう経験とかってあったりします？うん、まあ、ある意味だいぶ肝ったまま育ったっていうのはありますし、僕はたまたま高校から進学校に入ることができたんですけれども、小学校中学校とかそれこそ空手やったり、当時ボクシング辰吉丈一郎とかですね、プロボクサーが、世界ボクサーが、世界チャンピオンがいっぱい増えたタイミングだったので、僕は高校はボクシング、ボクサーになるんじゃないかっていうぐらい、その進学校をしていれば、そっち方面に体力勝負で行っていったタイプだったかもしれないなっていう、まあ、それぐらいその心は、体も含めて強くなったかなと思いますね。ただ一方で、高校、大学と進学校に進んでいった中で、生まれ育ってた環境が違うだけで、こんなにも違う人たちがいるのかと。で、大学とかは立命館の国際関係学部ってとこだったんですけれども、もう半分近くが海外に行ったことあるとか、海外に住んでましたとか、もう英語をしゃべれるなんてもう当たり前っていう環境だったんですね。大学行くまで海外行ったことなかったので、もうなんていうか育ちの違いっていうものを大学に入ってすごい強く感じて、まあ、生まれ育った環境で人の能力とか可能性っていうのは、まあ、随分と選択肢が少ないんだなっていうのは当時になってましたね。まあ、高校からは、まあ、進学校に入られたということですけど、うん、それはご自身がちょっといい高校に行きたいからっていうので行ったんですか？そうですね、もちろん英語と数学だけ得意だったので、そういうのを活かして、まあ、勉強して、まあ、自分の将来何かできることないかな ぐらいの感覚でありましたけれども、まだまだ当時は中学校3年生とかなので、まあ、進路がどうなるかとかまだまだ考えているような人ではなかったですね。なんかその高校進学の時とか、なんか両親に相談されたりとか、そういうことはありました？まあ、両親はやっぱりちゃんとした学校に行ってほしい、まあ、父親が鹿児島から社会人になる時に大阪に出てきたタイプなんですね。でずっと高卒で、まあ、今もう定年退職しましたけれども、まあ、一部上場企業の、まあ、いわゆる大企業 の、 部長職で退任されたんですけど、そこに行くまで相当学歴で苦労したと言っていて、なんか息子はちゃんと大学まで行かしたいっていうのとか、どの学校出てるかで本当に社会人経験がすごい辛かったって話は聞いていたので、まあ、両親としてはちゃんとした進学校に勉強して入ってほしいっていうのは言われてはいましたね。なんか大学自体は、まあ、その英語も周り喋れるような、はい、当たり前の環境だったりしたけど、なんかそこでなんか学んだことってのはどういうことなんですか、大学で。まあ、国際関係って本当に国際政治から文化からの経済から、まあ、いろんなこと幅広く学ぶんですね。で、まあ、当時はまあ、グローバル企業っていうのはこれから広がっていくみたいなこともあったり、まあ、ローカリズムっていうのでその国境という概念がどんどんなくなっていくので、まあ、グローバリゼーションでなくなっていくので、よりその地域とかその小さな国の地方とかっていうところの ローカルのカルチャーもまた一方で注目されるみたいな話もあったりして、なんかその幅広く世の中の流れがこれからどうなっていくのか、同時経済でいうとヘッジファンドっていう形で、まあ、金融が世界を変えるっていうふうに言われていて、たまたま僕の入った大学が96年なんですけど、マッキントッシュ、マックのノートブックを全学生に配るっていう、もう初めからノートパソコンで僕ら勉強してたんですよ。で当時当然アップルって言ってもそんな、なんとかね、その、まあ、Windows が中心の時代ですし、まあ、Google もまだない時代ですし、
ヤフーすらあったかどうかっていう時代にノートパソコンを一つで勉強していたので、学生時代にそういう世界的な世の中の動向とかパソコンインターネットを使って勉強するとかっていうのをに触れられたのがすごい良かったなと思いますね。国際関係学部、はい、まあ割とこう世界規模の、まあ、なんかその物事を扱っているような印象はあるんですけども、なんかその中でサベットさんは僕は小さい地域に注目されたと思うんですけど、なんかそこはなんかどうしてここに注目したのかというのがあるんですか。まあ、いくつかあるんですけれども、まあ、大学ではまあ、ちゃんと勉強してちゃんと卒業する人たちの将来のキャリアっていうのが、まあ、いわゆる外交官とか外務省とか国連職員とか国際 NGO とか、まあ、そういうところに行く人たちがいわゆるエリート的な卒業生なんですね。で僕はまあそんな帰国子女もないですし、そんな英語は得意じゃないところから始まっていたんですけれども、なんかその国連とかの外交官とかの仕事をされている方々の話を聞いたときに、まあ、すごい官僚組織なんですよね。世の中を良くしようと思って働いていて、でそういうところで働きたいって思ってなったんですけど、いざ勉強してみると、いざ聞いてみると現場にほとんど行ってないと。もう大きな組織を運営することがもう仕事の中心になっていて、それで世の中って本当に良くなるんだろうかとか、僕は本当に片田舎で現場で育ってきたと言ったんですけども、かなり本当に人との付き合いとかってもうリアルな付き合いが多いところで育ってきたので、そんな大きな社会システムの中のエリートになったところで、これで世の中変えて何が楽しいんだろうなとか、本当に変わるんだろうかみたいなとか思ってたんですよ。一方でその時に勉強で使っていたそのインターネットの世界で、まあ、ちょうどの東京ではビットバレーとかですね、いわゆるそのサイバーエージェントとかすごくホリエモンさんとかああいう人たちが活躍し始めたタイミングで、インターネットの方が社会を変える可能性が高くって、インターネットの方が中央集権的な社会システムじゃなくって、まあ、個人が情報発信したり個人がコミュニケーションを取ったりとかってできる、本当に社会を変えるものはインターネットじゃないかなって思い始めて、僕はファーストキャリアはインターネット業界を選んだんですね。そこから大学卒業後は多分 IT 系の企業に入社されるんですけど、はい、なんでそこの会社を選ばれたんですか。そこがインターネットとコミュニティ、いわゆる今ではブログとか SNS とって言われてますけど、まあ、当時はブログも SNS もない時代にインターネットコミュニティが世の中を変えるって言って創業した会社なんですよ。でその会社ではインターネットコミュニティサービスを企業向けに開発したり、まあ、自分たちでもそういうサービスを作って一般のユーザーを集めたりとかっていうのをやっていたので、ネットコミュニティっていうのがインターネットの分野の中でも世の中変えるんじゃないかっていうところに共感をして、それでネットコミュニティ系のサービスをいろいろとやってきた。なんか具体的にはどういう仕事に関わっていたんですか。いろいろあるんですが、まあ、企業にそれこそ個人ホームページサービスを作る、例えば、まあ、ポータルサイトみたいな、まあ、何十万人何百万人の会員を抱えているようなインターネットの会員サービスがあったときに、その会員向けにいわゆる、コミュニティシステム、まあ、今でいうとブログとか SNS みたいなシステムを、まあ、企画開発して提供して、それを運営サポートをするみたいな形で、何十万人何百万人の会員組織を持っているネットサービスに対してシステムを提供して運用するみたいなこともやってましたし、まあ、その後インターネットコミュニティの分野と今でいうソーシャルゲーム、当時はパソコン中心だったのでオンラインゲームって言ったんですけれども、オンラインゲーム事業っていうのを立ち上げてオンラインゲームの配信をしたりとか、そういうこともやってましたし、ネット上でコミュニケーションができるサービスの企画開発、事業開発をやってましたね。今のこのアドレスっていうのに何かつながった仕事みたいなのってなったりしますか。結論から言うとですね、その時の仕事が違うなと思ったからアドレスをやり始めたっていうのが実は結論で、つながってるというよりはこの先の延長線上にないなと思ったんですよ。結局インターネットのコミュニティとかオンラインゲームとかネット上だけで完結してるんですね。で場合によったらそのリアルなコミュニケーションがどんどん減っていって、ネット上だけでコミュニケーション取ったりとか、ネット上だけでお金稼ごうとするのでソーシャルゲームでアイテムの販売したりだとか、
ガチャガチャで課金をしたりだとか、これネットが社会を変えると思って、インターネットが個人の、発信とか交流を生み出して世の中が良くなると思ってこっちに来たのに、インターネットが世の中よ下手して よくしてない部分多いんじゃないかな。ネットいじめがあったりだとか、ネット上でその誹謗中傷があったりだとか、もうそういうのがどん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 大きくなればなるほど起きてたので、インターネットだけで解決するサービスにあまり可能性を感じなかったんですね。